米国のトランプ大統領が先月27から28日、北朝鮮の金正恩国務委員長とのハノイ会談で米韓合同軍事演習の縮小を議論したという疑惑を一周した。トランプ大統領は4日ツイッターに、私が戦争ゲームと呼ぶ軍事演習は金正恩委員長との会談で議論されたことすらないとし、 関連疑惑を提起する記事をフェイクニュースだと主張した。また、私は軍事演習中断を随分前に決定し、その理由はそのようなゲームには米国が費用がとてもかかっている。特にその莫大な費用を我々は賠償してもらうこともできないと付け加えた。米国防総省と韓国国防部は前日、 大規模米韓合同軍事演習を終了するという点を確認した。米韓当局は朝鮮半島比較化のための外交的な努力を裏付けるため韓米合同軍事演習である、キーリゾルブと、フォールイーグルを行わないことにした。